上園博士は日本出身の元プロ野球選手。大阪府井原騎市で出生。2歳の時に福岡県福岡市へ移住すると、小学校3年時にカシー・オーリオンズでソフトボールを始めた。中学1年時から野球を始めると、フレッシュリーグ、福岡東コンドルの投手県内野手としてプレー。東福岡高校への進学後は、 二年時の春に第74回選抜高等学校野球大会に出場したが、自身の登板機会はなかった。同期生に吉村祐希がいる。高校からの卒業後に武蔵大学へ進学したが、三年時の春までは首都大学野球の二部リーグでのプレーを余儀なくされた。二年の春季リーグ戦では、チームの二部優勝を受けて一部で最下位だった帝京大学との入れ替え戦。 全3試合に当板。しかし、1勝2敗という結果で一部昇格を逃した。翌年の周期二部リーグでは、チーム9勝中の7勝、6関東を挙げて優勝すると、二部の最優秀選手、ベストナインで、独協大学との入れ替え戦で再び全3試合に、当板。2勝1敗という成績でチームを一部昇格に、導いた。在学中には、一部リーグ戦で、 通算8勝11敗、2部リーグ戦で、通算20勝7敗をマーク。4年時には、第35回日米大学野球選手権、大会日本代表にも選ばれた。2006年の NPB 大学、社会人ドラフト会議で、阪神タイガースから3巡目で指名。契約金7000万円、年俸1000万円という条件で入団した。入団当初の背番号は41。 阪神時代2007年開幕を2軍で迎えるが、先発投手陣の不調から6月上旬に1軍へ昇格。3試合目に登板した6月20日のタイ東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、田中正宏と先発で投げ合い、プロ初勝利を挙げた。以降も先発ローテーションに定着すると、この年のセントラルリーグ新人投手では最も多い発祥をマーク。 規定投球回には到達しなかったが17試合の当番で防御率2.242という高成績を残したことから田中と並んで新人王を受賞した。阪神のルーキー投手がセリーグ新人王を受賞したのは1994年の矢部ケ一以来13年振りだった。2008年春季キャンプでカーブの割合を増やしながら投球の幅を広げたいと抗言。しかし、 オープン戦から不調で開幕一軍を逃したばかりか、ウエスタンリーグの公式戦でも打ち込まれることが多かった。5月下旬に一軍に昇格して9試合に登板。4勝無敗でシーズンを終えたが7月下旬以降は、振るわず一軍から遠ざかった。2009年シーズン序盤から一軍での登板機会に恵まれず9月19日の対、広島東洋カープ戦に先発投手として、 登板しただけだった。二千十年先発要員として獲得した、左投手の KC ホッサムがオープン戦で不調だったことを受け、開幕から先発ローテーションに復帰。当初は高騰しても勝ち星に恵まれない状態が続いていたが、四月十日の対東京ヤクルトスワローズ、戦で一軍公式戦六百三十三日ぶりの勝利を挙げた。自己最多の二十五試合に登板。 救援当番も経験し3勝4敗1ホールド、防御率4.75という成績を残した。2011年背番号を47に変更。海外 FA 拳講師で千葉ロッテマリーンズから移籍した小林博之がロッテ時代に続いて背番号41の着用を希望したことによる。ウエスタンリーグで16試合に当番したが入団後、初めて一軍での当番機会がなかった。 2011年12月8日に松崎慎吾との交換トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍することを発表。松崎が着用していた背番号47を引き継いだ。2012年には4月に1軍公式戦で1試合だけ登板。イースタンリーグ公式戦では18試合の登板で2勝4敗、防御率3.07という成績を残した。 シーズンの終了後には、背番号を61に変更している。2013年には、1軍公式戦後試合に登板。自身1年振りの登板であった4月17日の対福岡ソフトバンクホークス戦では、先発で6回途中までに失点と高騰した。1軍では0勝3敗に終わったものの、2軍での防御率は2.54で、イースタンリーグ最優秀防御率投手のタイトルを、 獲得した。2014年には、今年ダメなら、もう終わりという危機感を抱きながら、春季キャンプから、早めに調整。しかし、古巣、阪神と対した6月4日のセパ交流戦での、救援当番で4失点を喫するなど、一軍公式戦では集中だや、突然の請球難に見舞われることが、相次いだ。結局、一軍では9試合に当番 9円で2ホールドを記録したが、0勝1敗、防御率5.87という成績でシーズンを終えた。2015年には、公式戦の開幕前に、左ふくらはぎの肉離れで、長期にわたって、戦線を離脱。その影響で、一軍公式戦での登板機会がなく、10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。なお、シーズン終了後の11月10日には、 12球団合同トライアウトに参加。シートバッティング形式で打者3人と対戦したところ、3人とも無安打に抑えた。MLB のサンディエゴパドレスでは、この結果を受けて、11月22日に高知東部球場で開催した日本国内初のトライアウトに招待選手として、上園を参加させた。しかし、いずれのトライアウトでも移籍に至らなかったため、 現役からの引退を一旦決意した。野球生活に区切りをつけるべく、2015年12月下旬から2016年1月下旬まで、オーストラリアのウィンターリーグに参加した。その一方で、プロ野球経験者による高校、大学の公式野球部の指導に必要な学生野球資格の回復に向けて、ウィンターリーグへの参加を前に研修会を受講した。 2016年2月2日付で日本学生野球協会から資格回復の適正認定を受けた。この認定を機に阪神の地元、関西地方の一般企業に勤務しながら、関メディベースボール学院で野球選手課と中東部の統括投資アドバイザーを務めた。2016年5月、語学留学を目的としてオランダへ渡り、アムステルダムベースボールに 投資兼人コーチとして入団。しかし、チームがこの年のリーグ戦に参加しなかったため、プレイには至らなかった。また、夫婦と暮らすせのデフラスコニンフツインズにも掛け持ちという形で入団。この年限りで現役を退いた。その後日本へ帰国。2016年の秋、独立リーグ、ベースボール、チャレンジリーグに加盟する。 市がユナイテッドベースボールクラブの初代監督へ就任。チームの投手の投数が少なく、所属投手の投板方による故障を避けるために2017年5月12日より選手登録し、選手兼任監督として再度現役復帰している。公式戦での投板は1試合1回で非安打にであったが、失点、自責点はつかなかった。監督としては2017年の前期を4位。 後期を5位で終え、1年限りで退任となった。2018年は、阪神に戻り、新興部アカデミー担当の専属コーチを務めた。2019年2月5日、プロ球団への所属から創出していた、学生野球資格を再回復。同年からは、実業家として、大阪市内で、スポーツジムや、中学生向け野球チームの運営を計画していたが、 事業の実施には至らなかった。2020年からは MG スポーツが運営する YouTube チャンネルによるライブ配信動画へたびたび出演している。ありがとうございます。